スケスケドームに校庭でグランピング？旅する夫婦がこれまでに行ったおすすめグランピングを3つ紹介します。1つ目、栃木にあるハミルの森では透明ドームにお泊まりできます。夜は寝っ転がりながら星が見えて、まさに天然のプラネタリウム。2つ目、千葉にある高滝湖グランピングリゾートでは小学校の校庭でグランピングできます。体育館や校舎にペイントされてて、ワクワク。夜の焚き火と映画が良きでした。3つ目、福島にあるエンゼルフォレスト那須白川はキャビンに大きなプロジェクターがあって、まるで泊まれる映画館、源泉かけ流しの温泉とカップルで遊べる水着スパは入り放題。旅する夫婦おすすめのグランピング、ぜひチェックしてみてね。